エトルリア文字とは、古代イタリアのエトルリア語を表記するための文字である。紀元前7世紀から紀元前1世紀にかけて、1万3000ほどのエトルリア文字で書かれた資料が残っており、これはイタリアにおいてラテン語に次ぐ量である。通常は、右から左に書かれたが、初期のものには、左から右に書いたり、牛行式に書いたものも見られる。後期には、 ラテン文字の影響によって左から右に書かれることも、ある。当時の古代イタリア地域諸言語の表記体系は多く、エトルリア文字から発生した。これらの文字を総称してコイタリア文字という。マルシリアーナのアルファベット表エトルリア文字の起源は、エウボイア島で使われていた、西方ギリシア文字である。この文字は、現在よく知られている、東方形ヌイオニア式アルファベットと違って、があった。 h は ks, プサイは kh, ゼータは ts を表した。オメガはなく、全部で26文字であった。エウボヤのギリシア人は、ピテクサエとクーマエに植民し、ここから西方ギリシア文字がエトルリアに伝わった。マルシリアーナ出土の紀元前700年頃のアルファベット表には、西方ギリシア文字に見られる26文字すべてが見えている。 エトルリア語では、ガンマは、無性の、K を表すために使用され、は、有性心、V を表した。ただし、エトルリア語には、有生破裂音がなかったために、アルファベット表中で実際には、トデルタは使用されず、また母音、をもなかったために、オミクロンも使用されなかった。他に、臭いも使われなかった。紀元前250年頃になると、も使われなくなり、 26文字中の19文字の実が実際に使われた。逆に、ギリシア語になく、エトルリア語にあるお音に F があり、初期においては、と書かれた。その後、北方において、紀元前600年頃に、専用の文字が作られ、紀元前500年頃に南方でも使われるようになった。これは、西方ギリシア文字に対して新たに追加された、唯一の文字だった。 K の音を表す文字に、南方では、後続する母音に従って、A の前で、U の前で、EI の前で、ガンマの3種類を使い分けた。しかし、紀元前6世紀には、矢は使われなくなった。北方では主に、が使われたが、紀元前4世紀には、すべての場合に、ガンマが使われるようになった。視察音には、S と、があったが、 南方では前者に、シグマを、後者に、を使用した。これに対して、北方では逆に前者に、後者に、シグマを使用した。エトルリアでは、愛で1を、で10を、または、で100を表した。また、ラムダのような字、で5を、で50を表した。このシステムは、ローマ数字と同様であり、ローマ数字は、エトルリア数字から発生した。カッコ内は、 アルファベットの表には見えるものの、現実のエトルリア語の表記には用いられなかった文字で、ある。エトルリア文字をはじめとするコイタリア文字は、通常右から左に書かれたので、ラテン文字と逆向きに見える字型が多い。ユニコードでは、エトルリア文字は、他のコイタリア文字と統合されている。ABCDEFG ボーネファンテピアニッシも297から299エトルリア語、コラテン語、オスク語、ライト語、ベネト語など。ABCDE、リックスピアニッシも945から946。ありがとうございます。